深夜のバイトでございます。つまり時給がいいのではとかそういうのはございません。頑張りましょう。今回の武器はあんまりちょっと火力がそこそこなのか、あとちょっと癖のある武器こいつな、日頃使ってない人からすれば拷問のような武器でしょうね。あと意外とね、足元の味方を助けることができないとかもちょっと何回か経験したので意外と当たらんのですよ。うん、旗から見たら何外してんだっていう感じなんですけど、いや本当真面目にやって当たらないみたいなね。ほら一発もらってきな。よし、おっと爆弾くんが来て、おいけるなこの格好な、ほらよ、よし、おお早い、素晴らしい、一流のアルバイターが集う。あれ一人死んでる。よし、この距離なら当てれます。いけるいける。うん、固まってきてんな。ミサイル警戒、危ねえ。あそこどこだ、遠いな。うん、結構大物の数が増えてきてるんでちょっと行きましょうか。あっち入れるよ。よし、見て見て見て、タワー来てる、タワーも止めないとね。よいしょ、手伝う。よし、でこっちは終わりましたが、向こうからすごい勢いで俺も俺もと続いていますが、まあそこは洗濯機を鋭い刺激当てていくぜ。まあ意外とこうやってなんか初めて洗濯機触ってみて結構効果音が気持ちいいとか、そんな理由からこのスクリュースロッシー扱いが増えないかなと思ったり思わなかったり思ったりしてますよ。どっちやねんというね。それよりもタワーがやべえことに気づいて今頭が真っ白になってましたから、え？え？突然、え？どこ？あ、もういなかったのか。びっくりしたわ。どこから助け求めようかな。今タワーとかが忙しいんであんまり助けを求める。おっと助かっちゃった。よいしょ、いかがなものかと思いましてね。でこいつたまに中に入るとすぐに撃たないんですよ。これ早うって早うって。オッケー、予約しておいた。よし、まあ大体今回の構成は20は行きやすいかな。個人的にシャケトバの今までの構成だとなかなか20に到達しないことも多かったんですが、そういう意味では今回は比較的優しめかもしれませんね。うん、うまく当てさえすれば火力のある感じの、あと射程もそこそこみたいな感じですから。さて外の明るさ的には変わってませんね。となると普通のサーモンです。頑張りましょうか。何が来る？何が来る？どこから来る？反対側か。外したな。と思ったけどこれ逆、遅れてくることがあるんで、ね、気をつけましょう。こう撃っときな。反射すっか。この角度。オッケー。よしよしよし。なんか今日はコウモリが多い気がするので、気をつけましょう。ゴムコロ。ヘビ。当たらないかな。まあ、ちょっとなんか私無視されてるんで、じゃあ今のうちにヘビも侮ったらやられますし、おっと助けよう、助けられねえ。よし、どこだどこだ、おっとモグラちょっと無視しないで、おっとよし、ん、あ食べられた、食べられたじゃねえ、取られた、食べねえよイカは。オッケー、いって、雨いてえな、もうモグラ来てる、どこどこどこ、あれいない、ちょ待って、雨痛い、雨ちょい痛い、雨ちょい痛い、ちょい危ねえし、気をつけて、もうちっこいのでもやるぞ。あれもう、おーやべ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 、危ねえ、まだいるのかよ、ほらほらべ、よし、結構今回モグラ君製造してんな。まず君を処理しようか。インクねえよ、さっきからずっと戦ってるからさ。動きを止めるだけ破壊しなきゃ。オッケーオッケーオッケー、よしよし、でもおびき寄せてるわ今。あやっべえ、まとまりすぎた。これやばいんじゃない。スクリュースロッシャーは近すぎる相手は救いにくい。よしよし、いけ、もう着地使おう。ここちょっと思い切って、私も食われちまったが、さてこれどうなる。スロッシャー君のみ、まあクリアです。ノルマも多いし今の着地は悔いなしかな。これ当たらないんですよ当たってるこれ見せれたのでけえわ。あんなの狙っても 見えませんよね。うん、今のですここやねんけどなーみたいな感じでね、お互い大真面目でしたよ。え、シャケたちが騒がしい。これここですだっけね。ここの上にちょっとまとまるとか。おっとやべえ、もう来てるもう来てる、やべやべ、ちょっと私爆風当てないとこれ多分足りねえでしょ。ウェーブさんだからこれやべえな。まだ私かな、まだ私ですね。壁登れるようにしておきましょうか。まあその場しのぎですけど、あんまり壁に登りすぎると手数が減っちまうので、それはそれでやばいかなという感じですから。わーやべえわ、これちょっと一旦着地でリカバリーと思ったけど救えてねえ。やべえやべえやべえ、
まあでも私以外のスペシャルまだ見てない気がするんで、スペシャルを出し惜しみさえしなければいけるんじゃないですか、多分。よし、ちょくちょくやられてんのすぐさま。あと外に出ない方がいいな、今回は。火力が少ないと言いました。なので油断してこうやってインクゲーの時やべえな、やべやべ、来てる来てる、納品は一瞬で済ませろ。やべやべやべ、入れたいけどそこはぐっと抑えろ。よしよし、まだスペシャル、うん、2つ残ってる人いますね。今頭見たぞ、頭見たぞね。いざとなったら使ってくるぜ、多分きっと。もったいないお化けが発動しないことになるぜ。でもいけてますもんね、普通に。これむしろ私としては怖いんだよな、このルールって。なんか突然死にません？一人やられたら一気にドドドドドってやられるから。だからその最初にやられた人がそのスペシャル余らせてた人だった場合、そのままの勢いで終わってしまうことがないと思っているので。でもこれ余裕なんで拾っていいでしょう。よし、 OK。 おーすごい分な、ナイスナイス、めっちゃ余裕だったね。うん、合計スペシャル的には2つ余ってるから、プレッサーかな。うん、そうだ、プレッサーじゃん。プレッサーだったらこの状況じゃ使い物にならないぜ、ならないぜ。ふわふわしてんじゃねえよ。というわけで、まあ、あのスクリュースロッシャーのなんかサーモンランの際には、あんまりゼロ距離で救いを求めに行かない方がいいかもしれませんね。うん、意外と当たらんということは。すげえね、平均値が高い、いい職場だ。まあこんな感じでちょっと今はベストですかね、受け取りつつ次の現場でも頑張っていきましょう。さてさて、もうなんやかんや馴染んだ鮭飛ばですね。頑張りましょう。結局ここのね、光バイとかがよくわかんねえんだよね。壁に張り付くと、割と安全に時間稼ぎができると聞きましたが、武器によっては火力不足でかえって危険なんじゃないかなとか思いながら。よし、最初はまず無難な構成ですね。行きましょう。さてどこかな、いた、タバ君発見、落ちない程度に突っ込め、そして沈めろ。 OK、 ほいほい。まあ、洗濯機を日頃から使ってる身としてはこの洗濯機も特にハンデにならないぜ。さて次の敵は、おっとモグラくん、まあおびき寄せた方がいいでしょう。爆弾くんはおびき寄せない方がいいな、囲まれるとめんどくさいんですよあいつ。 OK、 間に合う。早めになんか弾に当たるように予約して打っておけば倒しきれるみたいですね。さて次はどこじゃろ、今鉄板の音が一瞬聞こえた気がしたが、ファンっていうブレーキ音がある。おう、鉄に行くぞ、どうぞどうぞ、遠慮なさらず。ベビーカブ、あーっと、あー間に合わねえ。おおお、よし、あいて、やべえ、あ、いやー、コウモリの微妙な雨にやられたか、うね。まあ、ここで待っときましょう。 ラピットさんが撃ってましたね、勝手に助かるっていう寸法よ。雨いて、打ち返す。君はついでレベルで倒すぞ。 OK、 ギリギリ3発がどうやら間に合うようですね。よし、タワー食ってくるわ。ただスロッシャーってな、どうなんだろうな、タワーは相性うまく複数当たるように打ってやれば早めに処理できるかもしれないけど、ブラスターは複数当たるようになったんで早いんですよね、ラピブラとか。ほらよ、おっと来てる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 、おおお、かっこいい、だから両方死ぬ。かわいそうに。おお、ウェーブ1にしてこの28個という数字かなり素晴らしいのでは。ほら自然とかナイスが返ってくる、やったね。80いけんじゃね、あージェッツかきついわ、ごめんな、足引っ張るかもしんね。あれ夜だ、夜だぜ、何来る、バルブはやめてくれよ。うわ最悪、初めてかもしんね、霧はやべえ。声出していこう、どこだ、地下かも、いますね。とりあえずはどこから大物が来るのか分かりづらいので、とにかく雑魚も油断せず潰していくしかねえよな。いねえ、後ろから来てる、こっちにもいるってことか。ヘビ、でもヘビしかいねえ、なんかやべえのが他にいるんじゃねえかな。とりあえずヘビおびき寄せましょう、回収も大変ですし。雨いたわ、よいしょ、上から来るぞ、気をつけろ。あー、インクが足りなかったか。ちょっと反射ついでに着地で抹殺します、時間かけたくね今は。ほら入ったか、
よしよし、救いつつ、いって、ほら間に合った。よし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 、いよいよいよ、なんかすごい距離回収してない？早いよ早いよ。あ、爆弾くんだ。やめろよ、早撃てや、早撃てや。な、なに、え、なに、お前早撃てや。間に合わないじゃん、くっそ。なんとも言えないタイミング打ちやがってよ。今の着地完全に無駄じゃん。しかもあれタイミング当てても当たってなかった可能性があるんですよね、後ろだったから。ヘビか、跳ね返したかったがきついか。ちょっとあんまり今くっつかない方がいいですね、逆に危ないか。さて、お前、こいつを持っていきたい。まだ納品したい、納品したりね。まだまだ自覚があるんだ私には。おい、素晴らしいよ、ナイスナイス。35っていうのは通常のバイトにおいても上出来よ。すでに60個到達、次も無難に頑張れば私ラピッド。わ、まっかよ。夜か、普通か、数の暴力来ますね。着地には頼れない、つまり早め早めに撃破していった方がいいでしょうね。どうかな、かも、一応ね、あっちから来てるということを早めに知らせて。タワーか、な、やばい、後ろから溺れた音が聞こえた。大丈夫か、行って。うわ、まずいよ、バー、プレスされた、万力だぜ。ヘルプ、申し訳ねえ、できれば助けてほしい。で、あそこにいる鉄板どうするかな、今回きついな。鉄板くん動き止めといてくれ、そこでちょっとしばらくの間。しんどいわ、鉄板だらけじゃん、きついな。そういえばまだ今回ジェットパック見てない気がするから、期待してもいいかもしれませんね。他人任せです。うお、急いで、よし、すげえ、どっかから今爆弾を構える音が聞こえ、やっべ、くそ、逃げられなかった、足場が、申し訳ねえ。これ当てにくいんですよ、ごめんなさいね。よし、やべえ、借りに行きたいんだけど危なすぎていけねえ。くっ、きっついな。ちょっと当たってね、爆風どうぞ、よし、間に合い、うお、こっち、やっべえ。タワーくんの前に鉄壁の要塞張りすぎでしょうよ、どうやって攻撃するんだよこんなの、無理じゃんこんなの。耐えてくれ、よし、私がちょっとタワーを削れば耐えられる。オッケーオッケー、私ここにスッと肩パッド、俺の身を守れ。あっぷやばすぎだろあれ配置。よし、ありがとう、みんなありがとうございます。よし、お疲れ様でした。いやー、激しい戦いだった、欲張りセットでしたね。うん、爆発物、よし、84。最後もうちょっと行きたかったが、まああれですよ、いろいろとね、あのきついのが重なった感じがありました。よしよしよし、そこまで私自身ちょっと今回です多かったな、そこは、うん、改善したいところですね。まああれです、無事終えたことを喜びましょう。疲れた疲れた